全キャラ1分解説、鹿の院平蔵編。平蔵は風元素の放棄キャラで、主な役割は瞬間的に火力を出すサバアタッカー。元素スキルは敵を風の拳で殴る近接火力型能力で、溜めたエネルギーに応じて敵に与えるダメージが強化されていきます。最大4層まで溜めることが可能で、元素スキルの長押しや固有テンプ、一突効果などでエネルギーを溜めることができます。特に4層までエネルギーが溜まった状態の元素スキルの火力は凄まじく、尊女そこらの下手な元素爆発よりも高いダメージを叩き出してくれます。元素爆発は風のエネルギーを蹴り込んで爆発させる範囲高火力能力。フルチャージの元素スキルほどではないにしろ、こちらもテンプレベル10でダメージ倍率 560% と高めの火力が出る上に、ヒット後に拡散した元素に応じた追撃ダメージとちょっとした引き寄せ効果もあるので、特に対雑魚戦で便利な能力ですね。必要元素エネルギーも40と軽いので、溜まり次第ガンガン打っていきましょう。武器は星4武器の流浪学習や気候放棄と相性がよくおすすめ。生物は水力4セットか水力、砂上、剣闘士、締め縄などの2セットコンビがおすすめです。フルチャージパンチが爽快感抜群のキャラクターなんで、ぜひ一度育成してみてください。それでは。